大体この江戸の町からどうやって俺たちを見つけるってんだ。オーリーを探すより難しいだろ。もし見つけられる才能があるってんなら、オーリー職人やってるって。残念ながらこの商売をやめる気はねえけどな。探したぞ、このコソ泥どもが。ずいぶんと舐めた真似してくれたじゃねえか。おたくらもよく探し出すことができたもんで。悪いことは言わないからさ、泥棒なんかやめて王林職人になりなさいって。何なんだよ王林職人って。だいたい俺たちは泥棒なんてちんけなもんじゃねえ。エメーラも聞いたことがあるだろう。俺たちは宇宙中に散らばる大海賊アルサメなんだよ。その通り。こんなガキにまで恐れられる凶悪な宇宙海賊ってのは俺たちのことや。思い出せねえようなら大したもんでもねえんだろ。てめえらバカにしてんのか。アルサメに立てつくとはいい度胸だ。まあいい、二度とそんな口聞けねえようにここで始末してやる。ゴミを片付けるにはいい場所じゃねえか。ここなら少々騒がれようが全く気づかれねえだろうし。何、おたくらもゴミ捨て？ひょっとして収集日間違えた口ですか？ああ、それも生ゴミのな。こういうのは手早く片付けなきゃいけねえ。ああ、生ゴミは放っておくと匂いがこもるからな。けどな、残念ながら明日はここって古雑誌の収集日なんだ。最低限のルールぐらいは守りなさいよっと。くや、そら走るぞ。こうなったら仕方がねえ、強行突破だ。逃がすか。もてめえ、なあ、おら、どけどけどけ。おら、たっけな、くそ。コソ泥にしては大した腕だな。てめえ相当な修羅場くぐってやがるな。そいつはどうも。おたくらもゾロ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 、切っても切ってもキレがねえ。ひょっとしてシロアリかなんかの親戚ですか。まだそんな口が聞けるとは大したもんだ。だがだいぶ息が上がってるじゃねえか。もうそろそろ諦めちゃどうだ。バカ言ってんじゃねえよ、まだまだ序の口だっての。はいはい、バカ言ってんじゃねえよ。
てめえは黙って後ろついてきなさいって。今さら何言ってやがんだ。面倒事なんぞ、てめえが来た時から駆け通しじゃねえか。てめえがどう思ってるかは知らねえけどな、俺は迷惑かけられた覚えはねえ。てめえの面倒見んのも、よく探して回るのも、全てはてめえで決めたことだ。もちろん今こうすることもだ。途中で意志をねじ曲げられるくれえなら、鼻から背負い込んだりなんかしねえ。てめえで決めたことに横からいちいち口出しされる気なんざさらさらねえんだよ。ま、お前はんなこと考えなくていいんだよ。その代わり自分でしっかりついてこいよ。てめえの命より信念を優先する武士道ってやつか。侍ってやつはどいつもこいつもくだらねえ感情に流される江戸の出る連中ばかりだぜ。だがこのままやり合ってこっちの被害が増えるってのも面白い。どうだ、一つ取引をしようか。あいにくてめえら悪党と取引する気なんか持ち合わせてねえんだけど。礼じゃなくてガキの方だよ。ねえ、そうだ、おとなしくてめえの持ってる絵筆をよこせば命は助けてやる。いや、望むんなら春雨に入れるように口を聞いてやってもいいぞ。その男も一緒に。へえ、ずいぶんと太っ腹な話じゃないの。ここで死ぬか仲間になるか、どっちか選べってことね。そういうことだ。どうせこのままだとてめえらは死ぬことになるんだ。考えるまでもねえだろ。ま、考えるまでもねえわな。てめえ、わざわざ口聞いてやろうってのに断る気か。春雨に入るっつったら一流商社に入るよりも難しいんだぞ、分かってんの。あいにくと俺はところてん派でね。太くてしっかりとした腰がないと食ってらんねえんだよ。やろう、調子こぎやがって。だったら望み通りここで殺してやるよ。何事だ。て、大変だ頭、新選組だ、新選組の連中が押しかけてきやがった。新選組だと、なんだって奴らがこんなところに。わからねえけど、奴らここ数日しつこく張ってやがったから、ひょっとしたらつけられてたのかもしれねえ。くそ、こんな時に。おいおい、どうすんだ。のんびりしてたら捕まっちゃうんじゃねえの。こんなことやってる暇なんざないと思うがね。何急に態度変わってんだよこの野郎。それともまだ続けるか。仕方ねえ、引き上げるぞ。連中が来る前に撤退だ。てめえ、俺たちに盾ついたこと必ず後悔させてやるからな、覚えてやがれ。あらあら、随分と月並みなセリフなことを。今時そんなセリフ吐いてずらかるやつなんざいねえぞ。バカ言ってんじゃねえよ。やつらが来なくてもいざって時のことはちゃんと考えてたんだからさ。切り札ってもんはいざって時のために取っておくから切り札っつうんだよ。
そんなにホイホイ出すもんじゃねえの。見ればまたてめえらが何回邪魔すれば気が済むんだ。お前がってよりそこのバカ面下げた白髪侍のことだよ。そんでてめえら一体何してやがった。こんな時間にこんな場所で。まさかてめえら奴らとつるんでやがるんじゃねえだろうな。そうそう、俺らはただジャンプ捨てに来ただけなんだから。ジャンプだ？てめえらんとこは歌舞伎町だろうが、わざわざこんなとこまで捨てに来る必要もねえじゃねえか。雑誌の収集日が昨日だったんだよ。おかげでこっちはえらい目にあったぜ。捨てるとこ探すのに散々歩き回されたんだから。たっ同じ日に一気に回収しようからこういうことになんだよ。てめえらからも言っとけや、同じ役人だろ。こっちの収集日くらいちゃんと守りやがれ。まあ、おそらく奴らが博覧会に潜り込んで絵筆を盗み出したんだろうって。怪しい箇所を数箇所絞ってたんだ。前に言ったろ、これ以上近づくなって。そうもいかねえよ。ハルサメってのはでかい組織だな。あんな末端の連中なんぞ手配書にすら上がっていねえ。逮捕状もねえ奴らに手出しもできねえんだ。盗まれた絵筆が連中のやさから見つかりゃ、有無に言わせずと捕まえてやる。とにかくこれ以上首を突っ込むな。俺の最後の警告だ。無視しやがったら今度こそ容赦はしない。ま、心には留めとくさ。よし、新選組撤収。連中を追った班以外は一度詰め所へ集合。さて、俺らもぼちぼち帰るか。ジャンプ捨てるぐらいで随分手間取っちまったしな。何やってんだ、おいでくぞ。だから絶対警察に渡した方がいいって。春雨ですよ、春雨。またあの連中とやり合う気ですか。だからそうもいかねえって話してんだろ。んなことしたら春巻きだかだし巻きだかの前に俺たちが逮捕じゃねえか。絵筆持ってる理由が説明できねえんだからな。おめえらバカある。記憶が戻れば説明もできるね。特訓しかないある。だからそんな悠長なことしてらんないっつってんだろ。どこをしてるうちに、ここだっていつ嗅ぎつけられるかわかんないのに。その前にやることあんだろうが。同じこと言ってねえで、もちっと生産的なこと言えねえの。何言ってるね。銀ちゃんだってさっきから同じこと繰り返してるある。少しは話を前に進めるね。てめえもだろうが。さっきから現実味のないことばかり言いやがって。
てめえもちょっと考えろよ。やめだやめだ、んなことしててもラチが開かねえ。こんなバカな話してても時間の無駄だっつーの。バカな話って。でも考えないわけにもいかないでしょ。このままじゃ僕ら落ち着かずですよ。だからってこのままこんなこと続けててどうするよ。少しでも役に立つ話があったか。それはそうですけど。だったら今ある状況をポジティブに捉えてみちゃどうだ。ポジティブシンキングっつーだろ。まさかこれ以上悪くなることないんだから、あとは上り調子になるだけだなんてこと言う気なんじゃ。そんな慰めにもなんねえこと言ったってしょうがねえだろうが。いいか、今ここで狙われてるとか記録がどうとか言ってたところでどうしようもねえだろ。ここで話し合ったってどうこうなるもんじゃないんだし。それならいっそのこと今できることを考えんのが一番だろうが。じゃあ具体的に何するあるか。今空の手元には例の絵筆がある。それのせいで面倒に巻き込まれたとかなんとか言ってるが、よく考えてみろ。その絵筆っつうのは書いたことが本当になるって絵筆だぞ。こんなでけえビジネスチャンスねえじゃねえか。ここは一つその絵筆を使って盛大にだな。あんたって人はこんな時に商売の話ですか。ちっと真面目に考えろや。まったくね、銀ちゃんの頭の中は金のことばかりあるか。これだから醜い大人は嫌ね。だったらてめえらまともな意見出しやがれや。ただいま入ったニュースです。先ほど魂の絵筆を盗み出したとおぼしき犯人が逮捕されました。テレビだ。まあこんな不毛なこと言い合ってるよりその方がマシっちゃマシだけどさ。銀さんこれ。博覧会に展示されており、先日紛失したとされていた魂の絵筆。その絵筆を盗み出したとされる犯人が、先ほど新選組によって逮捕された模様です。どういうこと？おい、サラ！お前、いつの間に返しに行ったの？ひょっとして、春雨の連中を捕らえたってことなんじゃないですか？ほら、土方さんがなんか掴んでるみたいなこと言ってたし。だったらもう何も心配することないね。あとは警察が勝手にやってくれるある。捕まったのは博覧会の装飾作業を行っていた装飾工の男で、年齢は不詳。